ありがとうございました。8年半の組織委員会、今日で解散の日というふうになりました。世界の皆さんにあれだけ状況が困難にあってもやっぱり日本だからやれたんだという大きな評価をいただいたということは、職員の皆さんが日々努力をしてくださったその賜物だというふうに思っております。